ローマ教皇。本名グイード・ディ・カステロ。イタリアのチッタ・ディ・カステロ出身。教皇になる前は、親友ピエール・アベラールの下で進学を学び、1127年に、女祭数期教、1134年に、主祭数期教に任命された。教皇特使として出席した1140年の、サンス教会会議で、アベラールを弁護。 以後も、アベラールと親友であり続けたため、アベラールと対立していた、クレルボーのベルナルドゥスから出席された。インノケンティウス二世と対立強行アナクレトゥス二世の、清掃では、ベルナルドゥスと共に、インノケンティウス二世を擁護した。1143年9月24日の、インノケンティウス二世亡き後、2日後の9月26日に、強行に選出されたが、 わずか5ヶ月と13日後の1144年3月8日に亡くなり、ラテラノの墓地に葬られた。教皇としての主要な働きの一つは、全教皇が命令したフランス王ルイ7世の破門を解き、3年にわたって続けられていた、フランスの政務停止命令も解除したことだった。また、シチリアオルジェーロ2世と結んだ和睦協定の再交渉も図ったりしている。 友人で、アベラールの弟子でもあったジャチンとボーボーネを、女祭数奇教に任命。彼は1191年に、教皇ケレスティヌス3世に選出された。ABC キリスト教人名辞典、P559。a b シンカトリック大辞典編纂委員会、P763。バンソン、P98、P99。スチュワート、P121、P122。 スチュワート、P122、バンソン、P99、P106、P107。ありがとうございます。